鹿児島市議選が衝撃。賛成と離脱組が2カ所で当選。99のセクハラ認定後の議難町挑戦で在切 維新、鹿児島県で初議席、4月14日選挙結果振り返りということで、ですね。こちらについて触れていきたいと思います。はいえー、昨日、生配信、ありがとうございました、えー。今週もですね、ちょっと注目の選挙結果、振り返っていきたいな、というふうに思うんですけども、まあ、今週に関しては、なんか国政とか,なんか全体になんか大きな傾向みたいな、ね、ところはないかな、というふうに思っているんですけども、ただ、ちょっと細かいところで、個人的にもね。かなり衝撃を受けた部分もあったりするんで、そちらを触れていきたいと思います。 はいで、あのー、まず4月14日のね。投開票の選挙ってとこで、ちょっと赤字の選挙を主にえ触れていきたいと思います。で、一応黒字の選挙もちょっと軽く触れる部分はあったりするんですけども。もえ赤字メインで切ったいと思います。えっとまずですね。岐阜県の義南町長選これがですね。僕は。 あのー、もうジャイアントヒーリングと言っていいぐらい衝撃を受けましたねはい僕はねあの今回後藤由貴さんっていうね女性の方が4,652票で無所属の朝倉秀一さんが4,053票で僕無所属の朝倉さんが絶対勝つと思ってましたでこの選挙っていうのは、まあ、99のセクハラでね、えー、認定であの小島町長って方がね辞職を受けたってうところが、ねまあ、全国的にニュースになってましたけどもそれを受けての、まあ、選挙戦になっておりますと。 はいただ、まあ、言ったらね、この朝倉修一さんという方が今回、自民党県連の推薦を受けていて、で自民党の商工会の後押しもあって、でしかし出前式に関しては、長期8人中7名駆けつけてるんですよ。もう組織大万弱 はいで一方ね、ね岐阜新聞さんとかも、ねあのー、選挙中のね報道とかもあったんですけど後藤由さんに関してはまあ、言ったら手伝っているのは友達とかそういった方が中心みたいな感じのね書かれ方もしていてあこれはねもうちょっと町長選だし朝倉周一さんかなという,ふうに思っていたんですけどもいやまさかの、えー、町民は本当にこのセクハラの問題とかそういったところを許していなくてあの新しい風を呼び込んだのかなと思いますねはいしかも後藤さんもね。 長期会議員やってたんですけど3期やってるんですけども今まで一回も選挙経験してないんですよ。 なぜならずっとこの議団長は無投票当選で決まってる町議会議員選挙もずっと無投票のちだったんですね。なんで、後藤由紀さんはまあ何期もやってるんですけど、初めての選挙戦というところで、ただここ当選されて、初めての女性町長,長、そして、えー、岐阜県唯一の女性町長,長になりましたというところですね。はい、でしかも、この後藤由紀さんのね、なんか、えー、いろいろ応援してる人誰なのかな見て見ていくと、儀、えー、県の美濃加茂師匠、藤井さんですね、まあ、無党派層をめちゃくちゃ取れる超人気のね、師匠がいるんですけども、えー、この藤井 藤井さんが今回、この後藤由さんにも入っていたところで、まあ、去年はね、あの今井ルールさんが、あのー、立憲民主党が離れた時にね、かなり多治見市ってところがね、話題になったりしてたんですけども、その今井ルールさんが応援している自民党系の、ね、方ではなく、えー、藤井さんがね、えー、2年とかも一緒に作っていた、あのー、別のね、えー、秘書が誕生しましたってこともあったんで、この藤井さんがね、このイメージ選挙とか、まあ、そういった時に、この藤井さんの力っていうのは、結構もしかしたら岐阜県内だと結構絶大なのかなという風にちょっと思ったり。えー ちょっっとビビってきました、ねはいまあ、藤井さんはこのんの釜だと圧倒的なんですけども、ほ他の選挙戦にも影響を及ぼしてるんじゃないかっていうふうにもね、えー、ちょっと思ったりします。はい、で、この朝倉周一さんに関しては、元総務部の部長とか言ってて、今回、組織盤石だったんですけども、行くことができなかったと。で、しかも今回のこの選挙に関しては、 まあ99のセクハラ認定の小島町長だけじゃなくてこれまでも疑南町の町長って2000年とか2008年とかいろいろ汚職があって逮捕されたりしてるんですよ <laughs>。とにかく町長がいろいろやらかすっていうのはこの疑南町っていうとこでね。 だから、あのー、一時期、なんか、猪瀬さん、増添さんみたいなこう流れみたいな、なんか、そんな感じの、ちょっと雰囲気はするのかなっていうふうに、えー、と思います。それで不満があって、藤幸さんに流れたのかなというふうに思うんですけども、投票率が42.7%、えー、前回46.3%なので、不祥事後の選挙なんですけど、投票率も上がっているっていうような、えー、状況でしたと。はい。で、あのー、こちら、あのー、選挙ライターのね、金城元治さん。 はいあのいろんなね、選挙とか追っかけられていて、このポスターもね、情報提供いただいた、えー、んですけども、えー、近所がんじさんがですね、この南町えー、現地行かれておりまして、これ、選挙ポスターになっております。後藤駅舎に関しては、笑顔あふれる議南へってとこでで、朝倉知事さんに関しては、ずっとこの町へというふうにね、書かれているんですけども、で近所がんじさん、これ、現地の、えー、取材とかもされているんで、なんでこの後藤さんにね、風邪いたのかとか、これ現場の感覚が分かると思うんで、これ、ノートでね、多分えー、執筆されると思いますので、もしよかったら、所がんじさんの、えー、とノートを見ていただけると、この議南町のね、この なんでこの組織戦の中で、まあ言ったら自民党とか、町、え、議、ー、8人中7名ついた方が負けたのかみたいなところは分かってくるのかなと思います。はい <laughs> えー、そして、えー、埼玉県の四季市議選ですね、ここが、まあ、前回はね、4年前、無投票当選。 定数14で無投票で決まったとこが、今回ね、こうした26人、急に定数12人オーバー、無投票だったのが12人増えるっていう、もう意味がわからない、えー、状況のね、えー、選挙になっていて、これは現職11人、新人15人の、えー、選挙だったんですけども、これ、僕、現地に行って、えー、選挙ポスターとか取ってきましたと。はいで、ちょっとこのね、ちょっと注目だったポイントもね、挙げたいなと思うんですけども、まずですね、立憲民主党の中村智則さん、えー、この方が新人で、1909票で当選で2位で、えー、当選されました。 でこれ中村智則さんがちょっと注目っていうよりはあの前回、立憲出してなかったんですよ、校舎。で、えー、無所属の多田光弘さんという方が、まあ、言ったら立憲民主党と関係ないのに、立憲民主党って書かれた車両を、まあ、言ったら車を勝手に走行してたと、走らせてたというところで、まあ、かなりですね炎上して、これ、報道とかでも出ておりました。 ただ光宏さんの目線でいくと、えー、政治団体立憲民主党っていうのを作ったんで、別にあの嘘ではありませんみたいな感じの主張はしているんですけども、さすがにちょっと詐欺すぎるんで、これはちょっと叩かれてましたね。このあと議会でも、えー、問題とかにもなっていたんですけども、まあそういった件があったんですけど、今回、本物の立憲民主党が出てきて、えー、無事に式で、えー、議席を誕生させることができましたっていうとこですね。はい。えー、そしてですね、与木大輔さんっていうですね、まあ、この方は、まあ、奥さんがねあの、岡本真理さんっていうですね、あのー、方と、まあ、再、あ、婚、のー。 えとほ結婚されたっていうね報道も出て、まあ、それこそ、まあ、元タレントの岡本真理さんと結婚したといところで、かなり報道とかもね、えー、されていた方になっております。で、前回は、あのしょぼい政党っていうですね、まあ、エラテンさんとか、まあ、そういった方々がねいろいろやられていて、まあ、そこで、えー、当選されたりとかも、えー、無投票で当選したっていうところだったんですけども、えー、今回、ですねあの地域企業党という名前で出られて、えー、落選してしまいましたっていうような、えー、形ですね。はい 余儀、まあ、大輔さんはこの岡本真理さんと、まあ、結婚されたタイミングの時にまあ言ったら逆に言うとマイナスな報道もねちょっと出されてしまったっていうねあの件もありまして。 まあそれこそ、あの、辞職勧告決議とかもね、出されたりもしてたんですけども、あの、全員狂気外があった時に、あの、無断でね、欠席して、あの、タイで、あの、ゴルフをしていたっていうのがバレてしまったっていう、あの、とこがあったりとか、まあ、これなんか、スケジュールミスっぽいんですけども、あとはね、なんか、SNS で、ちょっとボケツイートっぽく、マリファナ吸ってる時の俺ですみたいなえーツイートとかもしていて、まあ、ただ、まあ、ボケツイートね、僕は別に、 あ別にいいんじゃないかなというに思うんですけども、まあ、そこはねなんか品位が問題だみたいなところがあって、えー、そこでねあのいろいろ叩かれていたっていうような状況でございましたで、まあ、今回の選挙戦ここのね与儀大輔さんが、まあ、結構注目してるネットとかでもね、あのー、かなりそういった支持者さんも多いってところで、えー、当選するのかどうかっていうのは注目だったんですけども、えー、落選されたというとこですねでも正解も、えー、引退されてるとこも発表されましたとはいで結構ねあのいろんな、あのー、地方の、えー、議員さんがですね結構応援 とかも入っていててとこでね。ちょっと注目だったんですけどもで結構議員報酬はいらないとか、えー、週休6日の色紙会へのとかね。結構そういった強いワードとかも出していたんですけども。も、えー、落選したってとこですね。で逆にですね。 前回 N 国でで無投票当選で決まっていた古谷隆さんえこの方が今回 N 国ではなく古谷隆史と四季の福祉をと教育を守る会代表というですね違う、えー、団体名で出られておりましてなんとですねこの古谷隆さんが当選されたというような、えー、形ですねだ今結構元 N 国系の人が違う地域政党名で出て当選するというね、まあ、そういった事態が結構続いておりましてこの古谷隆さんに関しては盲目の 物言う原因が死、えー、のバリアフリーというですね、あのー、そういったキャッチュレーズを出されていて、で今回新人でね、あのー、言ったら聴覚の,あのところの。 あの方がですねあの出られていたんですけどもその方は落選という状況の中で古谷隆さんに関しては、えー、盲目のも言う議員が真のバリアフリーを目指しますというとかられていて、えー、当選されたというような、えー、形でございましたただ、えっと、元 N 国だったら全員浮かのかというとそうではなくて一応元 N 国の掛泉明成さんというね方が、まあ、台東区とかで昔出た方がいるんですけどもまあその方が、えー、落選されたというの形ですね12月にあの 朝霞市、えー、埼玉県の朝霞市議会議員選挙があって、そこで落選して、もうあの市民が愛する朝霞市へというのを市民が愛する指揮市へというのを変えただけで、えー、やったんですけど、さすがに落選というようなところですね。まあ、同じく朝霞、はい、市議選から四季市議選コースのね、茅、えー、野正文さんも落選されたというところですね。まあ、あの前回朝霞では1万円全員支給だったんですが、今回18歳以下のすべての皆さんに2万円の現金支給というところでね、まあ、あの支給というところは変わっていなかったんですけども、さすがにそこはちょっと厳しかったとっいうところですね。そして 田畑幹事さんに関しては当選されたっていうところで埼玉県ではね結構維新は当選している状況が続いてんのかなって思うんですけどもで一個ちょっと注目なのがえ国民民主党の式波さんという方が落選されたんですよはい で、も、えっともとこの埼玉4区っていうエリアは、まあ、自民党、今、保坂恵敏さんが国会議員でやっていて、まあ、豊田真由子さんだったりとか、えー、やっていたエリアになってるんですけども、で、昔は上田清さんが、えー、埼玉元埼玉県知事で、今、参議院議員の上田清さんとかがやっているエリアになっていて、で、この上田清さんが、まあ、国民民主党の会派を離れて、で今、維新はね、あの支部長が渡辺康之さんという方がね、あの滋賀県知事の多田郁子さんの甥いの方ですね。はい。 で、まあ、この渡辺正樹さんと、この上田清さんすごい関係性がいいっていうふうにも言われているんで、もしかしたらその影響あるのかなみたいなところもね、ちょっと勘ぐったりもするんですけども、えー、そこはちょっと気になるポイントでしたね。はい。あとこういったライン型のね、えー、選挙ポスターを作られる方もいらっしゃいましたみたいな、えー、そんな感じでございます。はい。 えー、そして、鹿児島市議選、えー。こちらもね、16名落ちの選挙ってとこで、まあ、かなり注目メディアとかもね、地元局とかも取り上げられておりましたと。はい。えー、現職30名、元職1名、新人26名出る選挙ってことで、まあ、かなり大変な選挙なんですけども、えー、と、まず自民党が、えー、と、全体的なところでいくと、自民党は、えー、議席減らしましたね。はい。21人出ていて、17人当選。前回まで19人、えー、議席あったので、えー、2人減らしたっていう状況です。はい。で、公明党に関しては、えー、と、6人の当選ですね。はい。あの、で、全員当選。 で立憲民主党も、えっと々3議席だったのが4議席に増やしたってとこで5名、まあ、中1人落選してるんですけども一応立憲自体の議席は、えー、増やしましたただ、えっと、立憲民主党の会派が、まあ、立憲議員とか一緒にいる会派があるんですけども、まあ、社民党の方とか一緒に。 現職で立憲民主党の公認の方と、そして立憲無所属立憲社民の応援している方もおっしゃるんで、絵画自体のメンバーちょっと減ってしまったんじゃないかなっていうふうに、えー、社民もね2人当選しているって,って状況で、で今回立憲が4人なんで、もともと7人いたのが6人だったって考えると、じゃあ今回喜んでいいのかっていうと、ちょっと、あのー、難しいポイントなのかなっていうふうには思いますね。ただなんか元々ポスターををちょっとね、あのー、時間を遅らせてあの後ろに 女性候補5人全員、ね、女性候補っていうのが話題になっていて、さらにその話題性を高めるために、えー、ちょっとあの届け出の時間をね、遅らせて選挙ポスターの後ろに全員貼るみたいなそういった作戦もやられていたんですけども、まあそれが功を奏したのかどうかっていうのが、ね、ちょっと気になるポイントですね。1人現職落選してしまったんで、はい、えー、そこは気になるポイントです。で、共産党は全員当選になりました。で、でで維新が初めてですね、鹿児島県内で えー、議席を取ったということで、3人中で2人落選してるんですけども、空、え、白、ー、権を1つ減らしたっていうような、えー、状況ですね。はい、でちなみに、もとと立憲民主党で2019年に鹿児島県議選に当選していて、その後、えー、立憲から離れた人が維新から出られたりもしてたんですけども、えー、その方は落選されたっていうような、えー、形ですね、はい。で、社民党が2人当選で、国民民主党も1人当選ですね。はい あちなみに前回国民民主党でね、あのー、受かっていた方っていうのは、この市民連合っていう会派にいて、あのー、その方。 とかも今回全員当選したっていうような、えー、形ですねあと虹と緑の、まあ、市民系の、えー、方とかも受かったりもしてますというようなはい、えー、形になっておりますで参政党が、えー、今回1人出ていて当選されましたであとね参政党で次の衆院選出る予定だった、えー、方がねまあ、賛成党が離れられたんですけどもまあ、その方も当選されたとこちょっと後で触れたいと思いますはい で現職できると、先ほど言いました、立憲に関しては、立憲の現職1人と無所属立憲社民の人が1人落ちましたと。で、自民党に関しても、えー、自民党公認、あと自民会派にいた方が1人落ちたっていうところなので、そこも減らしてますという、えー、ところなので、まあ、全体的な勝者っていうのは、結構だ自民も立憲もめちゃくちゃ喜べるかっていうと、ああの100の喜びはできない、自民に関しては完全に落としましたと。 これちょっと見方によって人によってちょっと意見変わるのかなというふうには思ってます。はい。レシも3人立てすぎだっていうふうに僕も思ってるんですけど、まあ、とにかく鹿児島に一席取ったっていうのは、一新にとってはまあ最低条件がクリアしたのかなというふうには、えー、っと思ってますね。はい。で、まあ、3世とも1人初めて、えー、議席誕生されたんでとか喜んでるのかなというふうに思うんですけども、まあ、その中でちょっと注目なのが、まず、えー、っと、トップ当選の方が、このニギルリカさんという方ですね。まあ、新人なんですけども、まあ、平和の輪、みんなの輪、ニギの輪っていうところで、このニギさんがめちゃくちゃ票取られたっていう。 ええー、とこはまず一つございましたでええー、維新でね初めて当選した方なんですけどもこの方はえっ、ー、と鹿児島県議選にえー出られていてそこで落選してでこの後の鹿児島市議選っていうえー流れがあったんでその流れもねすごい良かったのかなっていうふうにはええー、思っておりますはいであとですねあのちなみに維新でいくとなんか 石がそんな強くないエリアでいくと今回かなり落選が、えー、続きました、えー、新潟県の佐渡市議選だったりとか岐阜、えー、県の下呂市議選で下呂市議選に関しては、えー、と前回無所属で、えー、とー最下位だった方が380票取ったんですけども今回石になってまたさらに票数を減らしてしまったっていう。 えー、県もありまして、まあ、ここはだから岐阜県内でやっぱり維新の名前ついてもまともと380取ってた方が上がんないという、まあ、前回唯一落選してた方なんですけどもなのでそもそもこうした姿勢がそんなに強くないのかなっていうふうには思うんですけども維新、まあの名前ついても上がることができずむしろ下がってしまったっていうような、えー、結果になっておりましたであとね静岡県の前崎市、えー、ここが現職が落選するっていうですね、えー、県がございまして、まあ、斉藤さんっていう、ね、方がね元々無所属で前回3位で、えー、当選されていた方が今回、えーまあ、半分以上票数を減らされま まあなんかねなんかあの、議会がごたごたしてるんでなんかもう次選挙出るかわかんないみたいあの、えー、もう出ないつもりでいたみたいなね、えー、そういった投稿などもされていたんですけども、えー、今回維新から出られていてところで落選されたというような形なんでこれは特にこの静岡県のねまあ、維新そんなえー 勢力ないんですけど特にこの静岡の結果っていうのはやっぱりこのなかなかこう全国的にね勢力を広げていくってところではかなりダメージがでかい、えー、負けになるんじゃないかなっていうふうには、えー、思いますねだからこう首都圏とかではねどんどん、えー、市議選とか埼玉とかで今伸ばしてるんですけどもまあ最近茨城とかね あとはこの静岡だったりとか岐阜とか、えー、新潟とかそういったね、その維新がそんなに強くないとこだとどんどんね、えー、落としてる現状があるのかなというふうに思うんで、まあ、この統一挑戦の時みたいな勢いみたいなところが、えー、ちょっと今なくなってきてるのかなというふうには思います。はい。で、あとですね。 まあ、あの個人的にちょっと注目していたのが、参政党 vs 参政党をね、離れた人っていうところの、まあ、対決があるかなと思ってまして、でこれしかもこの池田雄勢さんの事務所、タメ書きとか挙げられてたんですけども、そこに参政党離れた元ゴレンジャーの吉しのね、ポスターが貼ってあったんですよ。はいで、まあ、まあ池田さんに関しては、鹿児島3区のところでね、なんか元と動かれていてみたいなところで参政党動かれてたんですけども、えー、今回離れられててで、ポスターもオレンジ色でってところだったんですけど、池田雄勢さんのほうがね、大原さんよりも 票伸ばされて、えー、当選されたというような形ですね。ただ参政党も大原良さんもね当選されたっていうところで、ま神、あ、谷宗平さんとかこの鹿児島来てなんかジャンボタニシの件とかねすごい怒ってたりとかもしましたけども、えー、ちょっとそういったとこですね。はい。で別にあの池田さんがね例えば賛成党離れたっていうお話の中で。 まあ純粋に池田さん28歳という部分もありますし、そこは、ね、受かったって話だけだと今回取り上げなかったんですけど、今回ね、あの埼玉県の坂戸市でも、行ったら参政党の元々出る予定だった方が跳ねられて、らぎさんって方もね参政党っぽいポスター作ってるんですけども、もこの方も当選してるんですよ。なので、ちょっとこの参政党離れた方の選挙っていうのが、今回2回続けて、あの同じ日にですね2人当選出たっていうので、 あなんか結構だから賛成所に入って一回仲間を作って離れられて当選するっていう人のが今後もね結構出てくるんじゃないかなっていう風にも思ってましてなんか今までだとなんか今までのイメージ賛成と離れた人って結構落選してるイメージがあったんですよもしくは賛成党員だけど無所属へ出てる人は受か,かるみたいな逆に完全に賛成とか離れて、えー、選挙戦戦戦われてた人が受かるっていうのはすごい珍しいケースなのかなっていう風に思ったんでまあちょっと ここの結果っていうのはすごいなんか、えー、ちょっと注目でしたね。はい。まあなのでね、ちょっと今後どうなっていくのかっていうのが注目だなあとね、まああの、あの、注目だったのが、他にもね、まあいろんな、えー、選挙戦はあったんですけども、例えば駅市長選とかだとね、まあ言ったら、 あのまあ、ちょっと自民系の方が応援している師匠、まあ、が誕生したりとか、えー、していてで一方で市議補選でね今回長崎参高選で出られる山田さんのね、えー、秘書が落選された定数にで落選するみたいなね出来事も、えー、あったりとかもしましたと、はい、あとね笠岡商長選でも現職を女性のね、えー、新人が倒したりみたいなとこがあったりとか、えー、しておりましたし、はいまあ、ちょっとあのー、そうですねあと坂戸市長選とかもねずっとなんか。 あのー、もう何期もやられてる方なんですけども昔自民党をね、えー、倒推薦候補を倒して受かってた、えー、首相がまた今回もね自民党の推薦の方を倒すみたいな、ね、こともあったりみたいなところで、まあ、ちょっと細かいとこだとねいろんな、えー、とこもあるんですけども今回ちょっと注目したポイントは、えー、ちょっと細々えした内容だったとは思うんですけども、まあ、まとめさせていただきましたってところで、まあ、でね今週がまあこの目黒区長選だったりとか。 ヘ南市長選市議選があったりとか、えー、いろんなね、全国でちょっと面白い選挙があるんで、えー、こちらもちょっと注目していきたいと思います。えー、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。